夏美さん、どうしたの？大丈夫？しないで。苦しいでしょう。気持ち悪いでしょ。だから早く楽になりなさいな。いつものように、ほら、あの薬を飲めば楽になれるわよ。夏美さん、どうしたの？もう一度言って。確かあれは常備薬だと言っていたはず。そうよ。あのカプセルを飲めば、今度こそ私は私に変わる。完全にね。だからあなたは安心して、ゆっくりお休みなさい。あとは、私があなたの代わりにやってあげるから、あなたのしたいこと、望んだことを形にして、邪魔なものはすべて消してあげる。ありとあらゆる、気に入らないものすべてを、ぶっ壊してあげるから！
ちょっと待っていて。すぐに救急車を呼んでくるわ。大丈夫、少しの辛抱だから。目を閉じて、気分を楽にして、ね。あの動作、喉を押さえているんじゃない！やめなさい、夏美さん！私を殺すやつは殺してやる！殺す、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 ぶっ殺す！
さん、ん？何？私、一人っ子だったから、ずっと巴さんみたいなお姉さんがいたらいいなって思っていました。優しくて、頼りがいがあって、何でも相談できて。あ。だから、巴さんさえ良ければ、なんですけど、これから私、巴さんのこと、お姉さんって思っても、いいでしょうか。ごめんなさい、変なこと言って。でも、
しい。大丈夫よ、夏美さん。私は信じる。あなたを信じている。世界中の誰が何て言っても、私はいつでも、どんな時でも、あなたの味方。そう、約束したでしょ？こんなにも頑張って、こんなにもいろいろ悩んで、それでも頑張ってきたあなたの努力、私は知っている。だから、帰ってきなさい。早く。私の知ってる夏美。夏美はそんな弱い子じゃない。そうよ。私の妹がこんなことするわけがない。だから早く。早く戻ってきて。あなたはそれでいいの？何も信じなくて、すべてを疑って。それで本当にいいの？いいも何もないですよ。これがただ一つの、一番正しい方法、そうでしょ？本当に？私にはそう見えない。だってあなたは、本当はそう思ってないでしょ？ただそう思おうとしているだけじゃない。あなたは自分の作ったありもしない悪人だけの世界が全てだと勝手に思い込んでる。随分決めつけるんですね。あなたに私の何がわかるんですか？わかるわよ。さっきも言ったでしょ、私もあなたと同じだったから。私もね、あなたと同じように絶望して何もかも信じられなくなったことがある。たった一人で悩んで苦しんで、どうして私だけがこんな目にって世の中全てを恨んだりもしたわ。でもね、何も信じられないのって本当に辛いことなの。疑えば疑うほど
周りの人は私のことを信じてくれなくて、どんどん離れていく。みんな。だからずっと自分が一人ぼっちで、寂しくて、怖くて、悲しくて。夏美さん、あなたは耐えられるの？私には耐えられなかった。だけどね、私を裏切る奴もいるけど、それ以上に大切に思ってくれる人も絶対にいる。自分が最後まで諦めなければ。今でも自分の親しい人たちに裏切られるかもって思って、不安になって怖くなる時もある。だけど世界は冷たいばかりじゃない。それに相手の優しさには打算とか悪意もあるかもしれないけど、その気持ちそのものの温かさはきっと本物なのよ。綺麗事ですね。虫図が走りますよ、そんなの。いいじゃない、綺麗事だって。いつか死ぬ直前になって自分の記憶の中を真っ黒に塗りつぶしたくなるような思いをするくらいなら、ずっとそっちの方がマシよ。絶対助けるから。あんたが悪い子じゃないことは私たちが一番よく知ってる。だから夏美、絶対諦めるんじゃないよ。うん、ありがとう。被告の服用していた薬は、精神や人格形成に多大な悪影響をもたらすものです。その効用を知らされずに服用を続けていた被告、いや、少女もまた、被害者の一人なのです。被告人、君吉夏美を無罪とする。
ミナイさん、あなたのことを最後まで心配していましたよ。多分生きておられたら、あなたが罪に問われなかったことを心から喜んでいたと思います。お、助けてあげたいんです。彼女のこと、昔の私とどこか似てるなって。立場と状況が違えば私もああなっていたかもしれませんし、だから。いない。さあ。あなたのその命は、あの人が最後まで守ろうとしてくれた命なんです。だから大切にしてください。それがあの人の供養になると思います。お願いします。あなたに、君吉夏美は渡さない。私は、私だ。お姉ちゃんを傷つけるような、何もかもが認められない、憎んで、恨んで、呪うことしかできないあなたなんかが、私であるはずがない。あなたは絶対、私じゃないんだ。なぜ、なぜ私は、お前だ、
お姉ちゃん。夏美さん！夏美さん！しっかりして！夏美さん！夏美！本当にご無事で何よりです。大丈夫ですか、ミナイさん。ええ、とりあえず出血は止まったから。もっとも頸動脈をやられていたらさすがにヤバかったかもしれないけどね。笑えませんよ。一体どうしたんです？何があったんですか？私が聞きたいわ。全く訳がわからないっていうか、理解不能の事態よ。幽霊か。ま、人目につかなかったのは本当に不幸中の幸いだったわ。もし誰かに見られていたら大騒ぎになっていたでしょうし。それなんですが、ミナイさん、本当に起訴しないつもりなんですか？当然でしょ。そんなことしたらこの子の将来間違いなく台無しになっちゃうじゃない。いや、でもこの子があなたを襲ったのは事実なんですよ。本来なら公務執行妨害に加えて傷害、下手すりゃ殺人未遂で家裁でも実刑出ておかしくない罪状です。そうね。いくら知人だからって犯罪に情状酌量の余地を入れるのはいいこととは思えませんね。ましてあなたは負傷したんですから。規律にうるさい美奈さんらしくもない。ええ、この子が自らの意思で犯罪をしでかしたなら私もきっと同じで許さなかった。でもそうじゃない可能性も否定できない。自らの意思じゃなく、例えば親代様の意思とかね。この子は雛見沢出身だから説得力はあるでしょ。はあ？冗談はやめてくださいよ。その頂上の存在がこの子の体を乗っ取ったとでも言うんですか？ま、そっちは私も信じていないけどね。でもこの子の反応は確かに異常だった。まるでそう、薬物の中毒患者に多く見られる錯乱って言えば分かってもらえるかしら。じゃあ、まさか。いい加減な想像よ。まだ、ね。でも。
とりあえず花田くん、大至急採取した彼女の血液と携帯していた薬剤の成分を調べて。こういった分析は岐阜県警の松岡くんが一番頼りになるから、そっちに協力を要請してくれる？了解しました。あと藤田くんはこの子に電話をしてあげて。おそらくここの病院の事務に聞けば番号を教えてもらえると思うから。でも内容は。ええ、分かっていますよ。美奈さんの一件は伏せてうまく伝えておきます。ただ何？いえ、別に大したことじゃないです。それじゃ。あの時、あの病室にも策があったなら。考えても意味がないか。ここは病院よ。あなたのアルバイト先の佐伯総合病院。気分はどう？別に悪くはないです。無理しなくてもいいのよ。今日はここでゆっくりしていきなさい。親御さんにはもう連絡しておいたから。え？ごめんなさいね。話は少し聞いた。大変だったみたいね。心配していたわよ、お母さん。明日あなたに謝りたいって。そうですか。夏美が何かしたのでしょうか？別に何も。とりあえず怪我も大したことはありませんので、医師の診断では数日間安静にしていれば退院できるとのことです。普通先に安否を聞くのが親だろうが。つまり昨晩、夏美さんが友人の男性と旅行したいと夕食の席で話したので、それに反対したことで口論になった、と。それだけですか？ええ。別に、他には。安心してください、君吉さん。私は雛見沢のことを少しは知っております。ですから、特殊な事情をお持ちであることも理解して、今日の一件は口外しないことをお約束します。話していただけますね。はい。
なるほど。事情はよくわかりました。それで翌朝、もう一度話し合おうとしていたら、その前にいきなり家を飛び出して出て行ってしまった。と、そういうことですか？てっきり、私たちと顔を合わせるのが嫌で、そのまま学校に行っているものだと思っておりました。私としても、最近のあの子の言動には、どうにもついていけないところがあって。最近？本当に、それは、最近の話なんですか？彼女は過去にも、不明な行動を起こしたことは、一切ないのですか？え？あなた、電話で最初に聞きましたよね。夏美が何をしたのか、と。普通こういう場合は、事件や事故に巻き込まれたのでは、と連想するものなのに、なぜか、加害者になったことを想定した質問だった。ということは、あなたは、娘さんが自暴自棄に走る危険性を、実は知っていた、のではないのですか？日本の警察を舐めないでいただきたい。彼女の言動のパターンを紹介すれば、それが突発的なものか、それとも慢性的なものかは、すぐにわかるのですよ。なんでしたら、あなた以外の誰かから調書を取って、その上で、改めてお伺いしてもいいのですがね。それは。本当に、よく我慢したものだ。とりあえず、前よりはいい状況になっていると思うわ。だから、もう一度話してごらんなさい。大丈夫。今度はちゃんと相談に乗ってくれるはずよ。それでもしダメだったら、また私に相談して、ね。はい。あ、ともえさん、私なんてこと？ああ、これ？いや、私って疲れがすぐ肌に出ちゃってかぶれる体質なのよね。おかげで夜気がつかないうちにボリボリかいて傷だらけになって。嘘です。それは私がやってない。あなたは何もやっていない。私が証言してあげる。本人が言うのだから、これ以上確かなものはないでしょ？ともえさん。悪夢を見て、うなされて暴れることは、誰にだってよくあることよ。私も決して、寝相がいい方じゃないしね。あなたは公園で倒れて、うなされて、ちょっとだけ、暴れた。でも、私を含めて誰も傷ついていないし、夢は覚めた。それで終わり。おしまいなの。妹を守るのは、姉の務め。そういうこと。だから、退院したらまた今度、エンジェルモートでケーキでもおごってもらおうかな。
落ち着いた？はい。巴さん。何？聞いてもらいたいことがあるんです。私のこと、嫌いになっちゃうかもしれないけど、最後まで聞いてくれますか？ええ、いいわ。嫌いにならなくてもいいって条件付きならね。ありがとう。前にもお話しした小学校の時のあだ名、座敷わらしを中学校でも誰かが最初に言い出して、それがクラス内での私の呼び名になりました。別にそれだけなら無視していればよかったんだけど、たまたま国語の教科書の中に妖怪の髪の毛が幸運を招くって話が載っていて、私がハサミを持って暴れて、その子の腕を切ったって、職員室に呼ばれました。親も呼び出しを受けました。私じゃない。悪いのは相手の子だって何度言っても、全然信じてくれませんでした。不良だとか、乱暴者だとか言われて、叱られて、なじられて、その後、その子が謝りに来てくれたんだけど、今度は誤解される普段の行いが悪いって。お医者さんからは貧血症だって言われました。それで私、何度かの検診を受けた後で大きな病院を紹介されて、そこで私、この病気に効くからと薬を勧められたんです。大きな病院って、あの小倉の？はい。その薬、とってもよく効いて、今まで学校のことを考えただけで気分が悪くなったのに、飲むと元気になれたんです。それに、嫌なことがあったり、体がだるい時にもすぐに良くなって。それに、服用回数以上に飲んでも大丈夫だからって言われてたから、つい頼るようになって。
とは、巴さんのご存知の通りです。この薬を飲みすぎてから、なんだか自分じゃない自分が私に話しかけてくるようになって。私、ほんのさっきまでその子に、体を乗っ取られていたんです。夏美さん。信じてもらえないかもしれません。だって私、自分のしでかしたことを、ありもしない悪魔のせいだって言って、逃げようとしてるようなものだもの。映画じゃないのに。小説のお話でもないのに。私、すごくバカなこと言っていますよね。でもその子、私の本当の心を暴き出してくるんです。みんな壊したい。みんななかったことにしたい。気に入らないこと全部消して、邪魔する奴はみんな殺して、そして、いいのよ。辛かったんでしょ？だからもういいのよ。誰だって怒りたいこと、やけになりたくなることがある。でも、それを恥じなくてもいい。そうしたくなったら、私がいつでも聞いてあげるから。何度でも言うわ。私は、あなたが大好き。いいところも悪いところもひっくるめて、あなたのことを本当の妹みたいに思っているわ。だから私の前では何も構えなくてもいいの。いい子でなくてもいいの。むしろもっとわがままになって悪い子になって私に面倒を見させなさい。ね。お帰りなさい、夏美。ただいま、ただいま、お姉このバカ！大バカ野郎！
なになるまで、こんな心がおかしくなっちまうまで、なんで何にも言ってくれなかったんだよ。佐藤ちゃん、私はあんたの親友じゃなかったのか。あんたと私、タマコも入れて3人、もっともっとお互いの心を分かり合えるくらいに仲良くなろうって約束したのは何だったんだ。あんたは私のことそんなに信用できなかったのか。私がどれだけあんたのことを心配したか、あんたにわかるか。学校からいなくなった後、いろんな奴に声かけて手分けして探し回って、もしかしたらやけになってとんでもないこと考えるかもって、今の今まで必死だった。神様にだって祈ったさ、あんたが無事でいてくれって心の底から願い続けてきたさ。そしたらあんた警察に保護されて病院だって。ごめんなさい、私謝るなよ。私はあんたに謝ってほしいんじゃない。ただ私は、あんたが無事で、それから言ってくれればよかったのに。気に入らないことがあったら、私のことでも何でも言えって約束したじゃないか。こんなになるまで黙ったままで、大馬鹿野郎。千里ちゃん、千里さん、夏美さんのことも分かってあげて。彼女は知ってるよ。夏美の病気のことくらい。あんたがおばあちゃんと一緒に私のとこの病院、佐伯病院に通ってること、ずっと前から知ってたよ。ただの付き添いだってあんたは言ってたけど、私、見たんだ。見るつもりなんてなかったけど、あんたが精神科で診察受けてるとこ、偶然。あれ？なんで夏美が精神科に？何この病名、よく読めないけど、ドイツ語？ああ、簡単に言ってしまえば不安神経症のようなものですよ。
大勢の人がいる中で突然不安を覚えて、動悸やめまい、息切れを起こして過剰な恐怖感に怯えるといった症状が特徴です。ですが、一般の方々は心の疾病に対しての認識がとても低い。消極的な言動を見ても、気合が足りないとか、難局を乗り越える心が弱いとか、すぐに精神論を振りかざしてしまいます。その結果、本人がその兆候を感じても口には出せず、誰にも相談できないまま病状はどんどん悪化していく。彼女も随分悪くなってからやっと病院に来たそうで、完治には相当な時間が必要ですね。だから、私はあんたが幸せな気分になって、少しでも病気の回復になればって、アキラの応援もした。そのために手助けできることなら何でもやろうと思った。私がアキラのことをどう思ってたかなんて、あんたが笑ってくれるのなら本気でどうでもいいことだった。だから、アキラが夏美と一緒に南沢へ行くつもりだって聞いたとき、絶対に止めなきゃって思ったんだ。あんたにとっていい思い出のない場所だと知ってたし、そこで病気が悪化したら、それこそ目も当てられない。だから、南沢ってさ、結構変な噂があるんだ。だから行くのはやめておいた方がいいんじゃないかな。変な噂ってどんな？たたりだよ。なんていうか、毎年綿流しの日に犠牲者が出るって。実際にここ数年本当に亡くなっている人がいるらしいんだ。けど、夏美はそんなことを一言も言えるわけないじゃん。自分がそこの出身だって言ったら、自分も得体の知れない連中の一味じゃないかってあんたに思われるかもしれないじゃないか。それくらい察してやりなよ。
そんな、そこまで私のために、なんで。ああ、つくづく偽善だよ。自己満足だよ。いつものように勝手に暴走して、親切の押し売りみたいなものさ。でも私は、あんたに頼られる友達でいたかった。私のこと大好きって言ってくれたあんたに、私も好きだってことを伝えたかったんだ。だけど、言葉にして、そのことを言えなかった。だって言えば、あんたは、今のようにどうしてって私に聞くだろう。そしたら私は、夏美の病気のことを知ってるって、あんたに打ち明けなきゃいけない。そして、あんたの過去の話だけじゃなく、私の昔の失敗も、全部。そんなのできなくて。だから。ごめん、夏美。謝るのは、本当は、私なんだ。あんたの友達でいたくて、あんたに好きだって言ってもらえた関係、壊したくなくて、それなのに、私のバカのせいで、あんたを逆に追い込んで、苦しめて。そんなことない。そんなこと、絶対。どうして千里ちゃん、私のためにここまでしてくれるの？千里ちゃん、アキラくんのことは好きじゃないの？ごめんなさい。私こそ、自分のことばっかりで、千里ちゃんの傷に気づいていなかった。佐都ちゃんは、私よりも恵まれて、きっと何でもできるから、私とは違うって。でも。今日からでも間に合うかな？細すぎるってことないかな？千里ちゃん。私の友達で、いてくれるかな？いっぱい抱えてきた私の悩み、聞いてもらえるかな？ずっと苦しんできた、千里ちゃんの悩み。私が聞いてあげること、できるかな？罪。よかったね、夏美さん。でも。